皆さんこんにちは、ユーロデザインの今村です。今日はですね、ルノーのルーテシアゼンという車をご紹介したいと思います。ルーテシアというのが社名で、ゼンというのが、グレード名ですね。この車はこれから、うちで販売をさせていただく車で、平成27年2月登録の車なんですよ。だから、ね、2年半前に新車だった車です。来年の2月、30年2月まで車検があって、そこまでは、メーカー保証がついた状態で販売ができる車ですね。走行距離はなんと 11,291 キロです。もう一個、内外装のご紹介をさせていただく動画を概要欄にも貼っておきますので、そちらもぜひご覧になってください。もうね、全然傷がないです。本当に綺麗、中も外もすごいですよね。変な匂いもないし、使用感も全然ないし、まあまあまあ本当に綺麗な車だと思います。それはそうと、このゼンなんですけれども、そう、この確かね、この車買えてよかったと思ったんですけど、これね、なんと 900cc ターボなんですよ。ダウンサイジングもここまで来たかと。 1000cc を切った車、切ってターボをつけて、で今まで 1600cc を乗せていたグレードに、乗っけてるんですよね。でパワー、馬力的には、ね、90馬力っていう風に表記がされていました。でね、この車実はね、もし車重が意外と重たくて1170キロあるんですよ。1170キロっていうと、あの先代のコカングと同じ重さなんですよね。だから、先代のコカングがちょうど105馬力だからのエンジンの値段で 1600cc で動かしてたんで、それより馬力が10馬力ぐらい少ないけど大丈夫なのとっていう風になると思うんですよ、数字だけ見てると。まあ、今もダウンサイジングターボも本当にだんだんもう当たり前のことになってきちゃったんで、今さらの、これ 900cc で大丈夫みたいな話はもうなくなってきてるとは思うんですけど、一応僕この車持ってくるときに、これ知り合いの方が持ってた車なんで、高速道路使ってね持ってきたんですね。で高速道路で走ってみても、もうね、何の不具合もないです、900cc ターボで。びっくりしますよ、本当にね、普通に走れますと、おかしいな、むしろ元気に走れますぐらいな感じでしたね。そして、3気筒じゃないですか。3気筒ってことは、まあ、例えばこの同じルーテシアのライバルといえば、これフォルクスワーゲンのポロになるわけですけど、ポロは4気筒で動いてるわけですよね。今は違う？いや違う、いいんだな、4気筒で動いてますよね。で、プジョーの208か、ごめんなさい、これ間違ったらすいませんね、208でいいんだな、は、あれは3気筒の1200だったと思うんだけど、だからだんだんね、このサイズの車を4気筒じゃなくて3気筒で動かせるようにしちゃおうっていう風に多分だんだんなってきてるんですよ。で3気筒で言えば、僕ら日本人は軽自動車があるじゃないですか。もう軽自動車はほぼ3気筒ですから、だからこのね、軽自動車のあの音、軽のエンジン音ってあるじゃないですか。あの音がするかしないかで言ったらします。でも軽くないです。これはね、不思議で、多分ね、そのエンジンが乗っかってるボディが違う、それから、マウントがもっとで違う、それと車重が違う。軽自動車って1トン超えてる車ってほぼないはずなんで、みんな大体もうそれこそワゴンあるのが700キロ台で作ったりするわけですよ。逆に言うと、これが 900cc ターボに対して向こうは 660cc ターボだから、3分の2ぐらいの馬力、3分の2ぐらいの排気量しかないわけですよね。だから重量ももっともっと少ないわけです。でこれはそれに対して1170なので、結構重量はしっかりあるじゃないですか。そういうものにマウントされてるんで、ね、振動の伝わり方が違うんですよね。だからね、そんなこう、なんだ、けーと同じ3気筒かよみたいな感じは一切ないですね。で、音の中にその3気筒成分をちょっと感じるぐらい。であとはね、ちょっとこれはね、僕は嬉しかったんだけど、ね、タービンの音がね、かすかにヒュワーって聞こえてくるんですよ。特にこう、加速をしていくときにね。でね、そのね、タービンの音が、うわ懐かしいと思って、すっごい昔の
ミラーターボにね、僕の弟が乗ってたことがあるんだけど、その車に乗った時に聞いたあのタービンの音ですね。夏、この 今してます、ヒュイーンって言ってるんですけど、これはちょっと懐かしい音で、このタービンの音を聞いてるとね、本当にアイドリングからすぐのあたりからもうターボがすぐ効いてます。だからドッカーンって行くわけじゃないんですよ。本当にあれこれ自然吸気かで、うん違うなみたいな、ターボが後からあの馬力の上に、あごめんなさい、エンジンの排気量の上にボンと乗っかってくるんじゃなくって、一緒にこうトルクを出してくれてるような感じなんで、すごく乗りやすいですね。当然燃費とかにも効いてくるんだと思うんですけど、で乗り心地は、どうでしょうね、全体的に軽やかな感じがすごいするんですよね。だから僕ね、実はこの乗り心地であのタイヤホイール見た時に結構大きなタイヤホイールだなっていう印象があって、もう少しね、なんていうかな、車重が軽い車なんじゃないかなっていう風に想像してたんです、初め乗って。で後からカタログ値を見て、こんな重量あったんだって思って、もう少しね軽くてボディが、まあ弱いって言い方したらいけないんだけど、剛性感がそんなにガチッと感じなかったんで、そんな重たいもんじゃないと思ってたら車重は重たかったんですよね。フォルクスワーゲンのねポロ的なね、ああいう剛性感じゃないんですね。そうちょっと違うんですよ。もうちょっとね中がね軽くできてるっていう風なイメージの乗り足ですね、これ。さてじゃあここ行ってみましょうね。ガタガタ道どうでしょうか。早い、今これでも50キロですよ。はい、50キロです。こういうところに乗るとボディがしっかりしてるなっていうのが実感できます。本当に申し訳ない、結構このホイールのタイヤはなかなか立派なものがついてるんで、もっとドタバタするかなって感じがあったんですけど、そういうことはないですね。むしろこうガタガタっていう道よりも普通の道のところでこうね、車が揺れることがありますね。ブレーキはちょっと ルノー感がありますね。ちょっとね慣れが必要なんですよね。RS 今ちょうどメガーの RS が1台在庫してますけど、 RS 系のメガーのこのルーテッシャーにもありますね。ルーテッシャー RS とかはブレーキはブレンボなんですよ。なんでもっとねカチッとソリッドな感じになるんです。でこれは要はルノーのブレーキになると思うんで、僕はカングーに乗って、今週カングー乗らなくしちゃったんで、この間別れしたばっかりやったんですけど、カングー乗ってた身としてはそのブレーキの感触ちょっと慣れが本当に必要で、なんていうのかな、スッて踏んでいってあれ足りないってなって、もうちょっと踏むとキュッてもうちょっとかかっちゃうっていう、自分の思ったよりもかかんないと思ったから踏んでみたらギュッてかかるっていう、そういうなんかね不思議な感触なんで、ちょっとこれ慣れが必要なんですけども、今もねキュッて止まろうと思ったらグンってこうなっちゃうんですよね。ルノーのブレーキだなって感じはします。で、シフトの感触、これ僕割と好きです。ストロークがたっぷりあって、長めのストロークで、でギアを触ってる感じがちょっとする。で、僕の個人的な大好きは10年以上前の GC8 とかあの頃のですね、スバルのやつが好きなんですね。だからね、
この間インプレッサの動画撮らせてもらって、インプレッサとあと去年かな、去年レガシー B4 を撮らせてもらったんですけど、いずれもね15年ぐらい前の車ですよ。で、あ、まあこのシフトは楽だなと思いましたね。あのね、まあ多分マニュアルの運転されてる方は皆さんはお分かりになると思うんですけど、要はエンジンの回転と、まあ、そのギアの回転数が合ってると、抜くのも楽だし、で次のギアに入れるのも回転があったらスタッと入るわけですよ。でこれで叩き込むっていうことは基本的にしないわけですよね。で叩き込む感が出てるとこうシフトが入るの嫌がる。でこの嫌がらないようにできちゃってるやつがあるんで、それが僕すごい嫌で、スルッと吸い込まれてる感じが、スルッと抜けてスルッと吸い込まれるように入っていくのが分かる方が嬉しいんですね。だから妙に節度感だけカチ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 っていう風に動いちゃうやつだと全然分かんなくてあんま嬉しくないんですけど、あと ストロークが短いとか、でそこじゃなくってちゃんとあのギアから綺麗に抜けて綺麗に次のギアに入れることができましたよって分からせてくれるギアの方が好きで、これはそういうタイプですね。クラッチに関しては、まあ、別に特にあの扱いづらさはありません。でね、ハンドルですよ。そうそう、ハンドルの話全然してなかったです。ハンドルこれ電動のはずなんですけどね、まあ、油圧に比べればそれは感触は割と薄いものではあるんだけれども、この真ん中はね固まってないですね。これはいいですね。ちゃんと車まっすぐ走らせることができてます。どうしようこれ電動じゃなかったらどうしよう。いや電動だと思うんだけどな。ここまで燃費考えた車で電動じゃないとこあります？もう一個、いずれにしろステアリングの感触は、薄めな味付けだけれども、嫌なところは特にないですね。あの今時の車としては全然いいんじゃないかなって思います。でもこれ、慣れてくるとやっぱなんか軽快に走らせられる感がすごいあります。気持ちいいですねやっぱ乗っててね。まあやっぱルテシアもメガーヌもルノーのその、まあ、カング以外の車って言い方していいのかどうかわかんないけどは、要は RS なんですよね。結局みんな RS をとりあえず乗ると、でそれ以外の車このゼンとかこういうグレードは要は中古の値段もすごい安くなっちゃうっていう傾向があるんですけど、なんかあえてこういうの乗るのは全然いいと思いますよね。本当普通に乗って、あ楽しいな気持ちいいなって思える車だと思います。どうでしょうね、マニュアル車のこれぐらいの大きさの車のだとどうだろう、デミオとかあの辺がライバルになるんじゃないですかね。だったら僕こっちの方が面白いかなと思います。でこれ車検ありますんで試乗していただくことができます。でちょっと先ほど申し上げたようにそうなんですよ。だからね、新車からわずか2年半しか経っていない車で、あと残り半年弱ぐらい新車保証を、4ヶ月ぐらいか、車検まで新車保証が残ってる状態で乗っていただけるにもかかわらず、新車の金額からしたらものすごい安い金額になってますんで、ぜひぜひご検討ください。はい、ということでですね、今日はルノールーテシアのゼンという車のご紹介でした。以上です。